こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。私のリフォーム、ここが 公開本日のお通しもご用意させていただきました。あんこちゃんシリーズが続いてますね。築40年のこの戸建てリフォーム、2ヶ月の大規模なリフォーム、ようやく落ち着いていろんな写真いっぱいいただいたんですけど、内容が確かに、確かにそこ問題ということで掘り下げて深掘りしてお届けさせていただいております。 築45年、ビフォアアフターなんですけど、やっぱり2ヶ月もしてるといろんなことを経験されてるんですね。 今日お届けするのも、そんな内容、リフォームあるあるなんです。行きましょうクリーナップ、こちらの方、築45年、こちらの方、リフォーム、壁も取っ払って、仕切り壁で広くなったキッチン、一部屋に、ドンでしたね。で、前回ですね、こだわりポイントということで、こちらをご紹介させていただきました。そう、デザイン重視ということで、このタイルへの憧れ、 キッチンパネルが多いじゃないですか、今。そうじゃなくて、おしゃれに仕上げるときに、タイルって個性的で、なかなか今、貼れる方、貼るリフォームで少なくなったんですが、もしあなたが他と違ったデザイン的なものを取り入れたいなら、タイルありだと思います。リフォーム屋さんは、ええー、という方多いかもしれませんが、すごい。 で、このタイルの憧れによって予算配分でステンレスもね、タイルは合うという内容を紹介させていただきました。バッチシステンレスプラスタイルでしたね。で、山さん、他でもぜひ見たいんで、やる方あればぜひ教えてください。ステンレスタイルおすすめですよ。ステンレスもかっこいいですよね、タイルでやると。この辺ですよね。で、今日お届けするのはアンコちゃんからリフォームして、公開したポイント教えて そうなんです。結構これって皆さん聞きたいのはどうやったら後悔しないの失敗したのを知りたいって方どんどん来るんです。で、基本的にはですよ。そんな皆さん多くは失敗してないです。もちろん実は山さん知ってます。失敗しているあなたの情報。それをちょっとずつちょっとずつ皆さんにもシェアしていくんですが、今日お届けするのは、この前回、張り伸ばしってやったじゃないですか。このキッチンパネルもタイルも横、油が弾くから、張り伸ばしてくださいね。それ知ってるよ。でも、 お届けしたいところは、そう、タイルで、しかし残念なポイントも発生しちゃったんですね。行きましょう職人 VS、監督さん気を使う若いかなしかしタイルの貼り方に関して後悔が。 大量職人さんと監督さんが貼り方について打ち合わせをしていましたが、事前ではなく当日の朝に慌ただしく、これあるあるなんです、ここですよ。事前ではなく当日の朝、要は今からやるときに慌ただしくなるんですよね。結局ですね、図面の方に何も書いてないわけですよ。なりゆきでって。 本当は山さん的に思うことは、そういうことこそしっかりと図面に表記されて、こうなってますっていうことになる。えー、この辺が、まあ、提案するときのポイントかな。だから、今度、まあ、提案しようと思うときに、山さんの今度図面なんかでどうやって使ってたかなんかもシェアしたいんですけど、基本的にメーカーのショールームの図面には書いてないんですよ。じゃあ、どうするそれを CAD 作るもしくは、そういった内容を保管するような施工指示書ある施工指示書こそ、とっても大切です。 リホペガで提案しますけどね。で、タイル屋さんの親方は年配で、わーなるほど。監督さんも気を使っている感じであるあるですね。素人の私が細かいことを口出しる気ではなかった。なるほど。この人ありますね、タイル。ちょっと見てみましょうか。こちら、やっぱり私からすると、あんこちゃんからすると、素人なわけなんで、うん、うん、気になる、言いたい。 わかります。言えない雰囲気なんですよね。まあ、張り方の向きの間違いは言えましたが。つまりあなたは言えてる。逆に言うと、相手は間違ってた。言って。正解です。言いましょう。言いましょうよ。ね。で、端のカット。端のカット。後で出てきます。端部のカットの仕方で職人のこだわりが勝っちゃって。え、カットされた状態で出来上がっちゃったんです。 ええ、なるほど。職人さんは、私がこう思うこととは異なり。えー、この形はこうだという、タンブは処理するのが丁寧ということ。私が思うのでは、なるべくタイルは切らないでという思い。そこに違い、考え方の相違があったんです。後で出てきますよ。やっぱり、無地のタイルと模様のタイル、切り方が違うと思うに、これがもう残念でした。 どこでしょうかここ。端部切らずに。確かにこれ、ワイってなってるとこ切ってほしくないですよね。端部ここを処理するからって言って。いやー、確かに。目がいくんですよね。特に女性と男性と考え方違うので、もう気になりません。頑張って。<laughs> 頑張って。立ち直りましょう。ということで、もう気になりません。気にならない。痛い痛いの飛んでいけ。気にならない。っていうふうに言ったとしても、ここ、両端。 コンロのこの入り済みのとこ、タンブそれぞれ切って、デザインが確かにね。やっぱりこの辺何がポイントなのか。行きましょう。今日3つですよ。 えー、三つだから覚えれると思います。まず、職人と監督の関係性。この辺ね、職人の方が経験あるから、監督ってのは若かったりするわけですよ。で、そこで経験とかなかったりすると、ましては職人は、いや、違うよって言いたくなる。このなんか構造、なんかこう昔のカッぽ屋さんみたいな感じしますけどね。本当はね、お互いツインでね、こう、お互いがお互いを、 まあ、リスペクトする関係じゃないといけないんでしょうけどね。この辺あるあるです。そして、だからこそそこの辺で職人が、いや、だからこうだって言ってんじゃんみたいなことをやってるんですよ。で、言えない雰囲気、私あるある。ただ私からすると、リフォームはチームです。職人さん、営業マン、現場担当、そしてあなた、そしてあなたは接種ですから、気軽に言いましょう。だってあなた家事のプロでしょデザイン、これから続く。 へえ、住んでいくのは世襲です。世襲が言ってるように NG ではなかなか本当はなりにくい。自信持ってください。大丈夫です。あなたの意見を私はこう思います。って。山さんは病で行動なんで、おかしいと思ったらお店入っても違うと思ったらすぐパーって出てきます。病ですよ、病。病で言いましょう。気にせず、言い方、言い方、すいません、お願いしますって言って。 お願いしても嫌だなんて職人さん言いませんから、あなたも家事のプロ、言い方は別としてね、言い方は別として、ぜひ、こちら言えない雰囲気あるあるではなくて、あなたのリフォーム、あなたがこれから住むっていうこと、とっても大切にしていただいてもいいし、ぜひこれタイル貼る方、デザインタオルと、この無地の方の違いなんかもぜひ、このアンコちゃんのおかげでシェアしていただきました。アンコさん、ありがとうございます。LINE 登録で定期的にプレゼント配信しています。ぜひ山さんとお友達になってコメントスタンプくださいね。 本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。いきますよ。準備いいですかせーの。必ずできる。いってらっしゃい。タイルいいですね。デザインタイル注意です。